ゲマトリアは数秘術とも呼ばれ、驚くべき数の世界を明らかにするものである。ゲマトリアはもともとユダヤのカバラから生まれた。カバラとはユダヤ教の神秘主義であり、神と世界をより深く理解しようとする研究である。私がこれからご紹介する聖書のゲマトリアは、まじないや魔術、占いなどではない。それらとは全く関係のない脅威の数の世界であり、聖書がいかにユニークな書物であるかを物語っている。聖書のゲマトリアを知ると、聖書を書いたのは人間業ではなく、まさに神業だと思うに違いない。聖書は旧約聖書と新約聖書からなっている。旧約聖書はヘブル語、ヘブライ語で、また新約聖書はギリシャ語で書かれている。ヘブル語もギリシャ語も、そのアルファベットはそれぞれ数値に対応し、数としての意味を持っている。私たちは今日123といったアラビア数字を使っている。しかそれがなかったところでは、アルファベットを数字としても使っていた。例えばギリシャ語ではアルファイコール1、ベータイコール2、ガンマイコール3といった具合で、ヘブル語も同様である。だからギリシャ語単語もヘブル語単語も皆それぞれ数値を持っていることになる。いや、文章にしても聖書全体もある数を持っている。つまり聖書は数字で書かれた書物と言ってもよい。その数の意味と神秘を解明するのがゲマトリア、つまり数値換算である。ゲマトリアを知らないと聖書の本当の意味がわからないことも少なくない。例えば聖書に出てくる666、つまり終末の時代に現れる暴君の数字や、144,000人、つまり終末の観難時代の神の民など、これらが一体何を表すものなのかはゲマトリアを知らないとわからない。666についてまず見てみよう。これは終末の時代に現れると予言されている世界的独裁者が持つ数字とされる。聖書のヨハネの黙示録に、ここに知恵がある、資料ある者はその獣の数字を数えなさい、その数字は人間を指しているからである、その数字は666である、と記されている。これは象徴的に獣と言われる終末の独裁者の名前のゲマトリアを調べ、それを数値換算してみるなら、その数値は666になるという意味である。誰の名前であってもギリシャ語あるいはヘブル語では数値を持っている。例えばイエス・キリストのイエスも数値を持っている。イエスはギリシャ語ではイエスースという。各アルファベットは皆数字に対応しているから、それらを皆足すと計888になる。イエス888。同様に終末の時代の獣と呼ばれる世界的独裁者の名前をギリシャ語かヘブル語で数値換算すれば666になるというわけである。888がイエスで、終末の獣が666。これはイエスが獣に勝ち得て余りあることを意味する。イエスが888なら、キリストのギリシャ語ゲマトリアはいくつになるだろうか。1480になる。キリスト、クリストス、イコール1480。一方、神聖というギリシャ語のゲマトリアは592である。神聖、セオテース、イコール592。すると、イエスの888と神聖の592を足したものが、キリストの1480になることがわかる。イエス、プラス、神聖、イコール、キリストである。すなわち人としてのイエスに神聖が合わさって、神からの救い主という意味のキリストになっている。これがイエス・キリストという言葉に隠された秘義である。
実はイエスイコール888、キリストイコール1480という数字は比率で言うとぴったり3対5である。888対1480イコール3対5。この比率を持ったものがもう一つある。それは古代イスラエルの契約の箱、おみこしである。契約の箱の上部は贖いの蓋と呼ばれ、罪からの救いの儀式が行われた最も神聖な場所であった。かつてイスラエルの大祭司はそこに犠牲の血を注いだ。贖いとは代価を払って買い戻すの意味で、犠牲を払って救い出すの意味である。この贖いの蓋の幅、長さの比率は3対5であった。契約の箱の贖いの蓋を作る長さは2キュビト半、幅は1キュビト半。キュビトとは肘から中指の先までの長さで約45センチ、すなわち 1.5 対 2.5 イコール3対5で、ゲマトリア上のイエス対キリストの比率と同じである。イエス対キリストイコール契約の箱の幅対長さ。つまり古代イスラエルの契約の箱の贖いの蓋の幅長さの比率は、贖いの主とされるイエス・キリストのゲマトリア比率に作られていた。こういうことはゲマトリアを知らないとわからない。さらにイエスイコール888、キリストイコール1480だから、イエス・キリストのゲマトリアは2368である。イエス・キリスト、イエスス・クリストスイコール2368。実はこの数値2368は死聖女のゲマトリアに等しい。死聖女とはモーセの幕屋およびユダヤ神殿において契約の箱の置かれた一番奥の部屋である。日本の神社でいう本殿にあたる。死聖女、ホーハギオストーンハギオーンイコール2368。またイエスイコール888についてさらに述べると次のようなことがある。旧約聖書のイザヤ書52章10節にこう記されている。主はすべての国々の目の前に聖なる御腕を表した。地の果て果ても皆私たちの神の救いを見る。この私たちの神の救いは具体的にはイエス・キリストの救いを指した予言である。そして私たちの神の救いのヘブル語ゲマトリアも888なのだ。私たちの神の救い、イエシュアト・エルヒームイコール888。しかもこのヘブル語は私たちの神のイエシュアとも読める。イエシュアとはイエスのヘブル名である。またイエスが述べた言葉で最も有名なものに、私が道であり真理であり命なのですがある。この中で命なのですのギリシャ語ゲマトリアは888である。命なのです、エイミー・ヘイ・ゾエイコール888。イエスイコール888、キリストイコール1480、神聖イコール592と述べたが、実はこれらにはさらに次のような関係がある。イエス・イエスースイコール888、これが37の倍数になっている。キリスト・クリストスイコール1480、これも37の倍数になっている。神聖・セオテースイコール592、これも37の倍数になっている。つまりいずれも37の倍数なのである。37は実は神を意味するヘブル語のゲマトリアに等しい。
神エロハイコール37、いずれにも神が関わっているからである。また皆さんはイエスイコール888、神聖イコール592、キリストイコール1480はすべて8の倍数でもあることに気づかれたであろうか。イエスイコール888は8の111倍、神聖イコール592は8の74倍、キリストイコール1480は8の185倍、もちろんイエスキリストイコール2368も8の倍数だし、贖いの蓋の比率3対5も3と5を足せば8になる。実は聖書では8はすべて救いに関係したものとして現れる。以下もすべて8の倍数である。救い主ソーテール、やはり8の倍数。ミコフェイオス、これも8の倍数。人の子、これはキリストを表す言葉で2960になるけれども、やはり8の倍数。主なる神ホーキュリオスホーセオス、これも8の倍数。聖霊トーハギオンプニューマ、これも8の倍数。このように言葉や名称、また神殿や契約の箱など、それ自体がゲマトリアを非常に意識して作られていることがわかる。もちろん人間がそこまで意識して作ったわけではない。後でゲマトリアを調べてみたら、こんなにもよくできていると分かったということなのである。実は興味深いことに、日本の神道でも8は聖数とされている。8は八幡神社、八坂神社、八田の鏡、八雲など神聖な言葉に8が付けられている。日本列島を表す古い言葉、八島、大八島にも8が付いている。兵庫県高砂市の曽根天満宮の盛大な祭り、一つもの神事では、主人公の幼子の額に8と書かれている。古神道では8は8とは読まず、ヤーと発音し、神聖なる言霊とされる。8と読むのは中国語起源で、日本古来の大和言葉ではヤーである。ヤーは聖書では神の皆ヤーウェの短縮形である。ハレルヤーのヤーは神の皆ヤーウェの意味である。日本の神道でも8が神聖な言葉とされているのは、実は古代日本に入った聖書的伝統に基づくと私は見ている。次に人類の始祖アダムについて見てみよう。アダムというヘブル語のゲマトリア数値換算は45である。アダム、アダムイコール45。この45は実はノアの箱舟の形に関係している。聖書には箱舟の長さは300キュビト、その幅は50キュビト、その高さは30キュビトと書かれている。キュビトは古代メソポタミアで使われていた長さの単位だ。人間の肘から手の指の先までの標準的長さで、1キュビトイコール約45センチである。ノアの箱舟は長さ、幅、高さの比が300対50対30であった。長さは幅の6倍、高さの10倍だった。ここで箱舟の容積を計算してみよう。箱舟の容積イコール長さかける幅かける高さ。これは 45×1万 という数字になる。ここに45という数字が出てきた。アダムのヘブル語ゲマトリアと同じである。実は人間の体が横たわった時の長さ、幅、高さは箱舟と同じなのである。例えばあなたが床に仰向けになって水平に寝て背泳ぎをする人のように、
腕を頭の上にまっすぐ伸ばしてみる。すると、あなたの手の先から足のつま先までの長さは、あなたの肩幅の約6倍、また高さの約10倍になるはずだ。もっとも、あなたのお腹が出ていれば10倍ではないだろうが。ただし人間といっても人によっていろいろ各部の寸法は違うし、また白人と黄色人種では体の形や比も違うから、一概には言えない。しかし、人類の始祖として創造されたとされるアダムの肉体は、手を上に伸ばした時の指の先から足のつま先までの長さが肩幅のちょうど6倍、また高さのちょうど10倍だったと想像される。箱舟の比率は人間の完成形と同じであった。箱舟の容積はアダムの数値45を1万倍したものである。1万は10の4乗である。10や100、1000、1万など10の倍数はサイクル、繰り返し、または完全な集合を意味している。このように箱舟の比率はアダムの肉体が基本となっていた。ゲマトリアでわかることは多い。聖書は数字という面からも神業で書かれているのである。